広島のパワーサントレーニング専門ジム、くびれ美人代表の畑です。今日はヒップアップとウエストのシェイプアップを目的にしたランジエクササイズをご紹介します。今日はですね、この体幹ストリームというツールを使っていくんですけども、この重りがあると、腹筋にもより効いてきますので、すごいおすすめのツールです。で、持ち方なんですけど、まずはちょっと横を向いてもらって、こう普通に持つんではなくて、肘を軽く前に突き出して上腕が床と水平ぐらいですね。この位置を保って、手でリラックス。で、顎を引く、ね。で、このポジションを保つことで腹筋への負荷がさらに増しますので、ある程度トレーニングできている方はこちらの方が効果的です。で、前を向きます。で、このまま右足を前に踏み込んでいきましょう。股関節を後ろにやや引く感じですね。体幹はやや前傾します。で、重心の置く位置がポイント。しっかりと前の足のかかとに重心を収めます。で、収めたら胸から上をひねるようなイメージを持ってひねっていきます。ウエストを意識します。で、かかとに乗せたままで戻して、で、後ろに返ってくる。お尻を使って返ってくる。はい、じゃあ反対左足。お腹に力を入れて、しっかり骨盤固定してね。股関節を後ろに引く感じが大事です。で、かかとに体重も大事。で、胸から上をひねる。ウエストのシェイパー。で、軸回転、コマみたいに回ります。で、お腹に力を入れて戻る。ポイント、かかとに体重、胸から上をひねる、体幹の前傾、この3つを意識することでお尻、ウエストのシェイプアップにつながります。できる方は10往復を目安に頑張ってください。